そう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 。もうちょっとでいいや。さあ5試合目か。さあここまでで、ね、どうタイターが切り替えるかというところだと思うんですけれども、うまく序盤触れたのでこのリードを生かしていきたいですね。序盤でここでやっぱ大技当たったりするのでゲージ回収はね、当たるのでかいっすね。お互いがお今の続き怖え当たったらチェストチェストだもんね。うん、次ですね。で、聖中溜まっちゃうのねっていうところだと、あれ、誠も聖中溜まってんだけど、どういうこと、うん、もう大技だけで牽制できちゃってるので、待ってるから。まあ、かというユリアも 1.5 本あるのね。後ろさん、寒いな。さあ、行かなくていいってなってしまうとタイタはどう切り返すかっていうところだと思うんですが、あ、でも、いいフォロー。そうあれね、中盤地だと肘はね、確定しない、確定しない。この辺が難しそうだなと思ってますけどね。うますぎる、読んでいる、足も高い。中盤のキャンセル、これはでかいっすね。さあもう行かないようだけ行くんです。いや、フェイントっぽい、行くと見せかけて、あれですね、誘っていて、そうですね、一回行くと見せかけて実は行きません。本命は騒ぎ、行くよ行くよからの行かない、マジついんだよ。ダッシュが早いから、そう、いやこれはいい加減にジャンプチェックやってくんじゃねえという自体くる。あとこれちょっと大変が焦ってるか、まあ、ちょっとコンボミスっぽいですけど、まあ、しょうがないですね。ビビアン使ったら絶対起こり得る。あーあー、おいしい、あと当たるとはの状況、多分肘すり当たり、肘すりなんじゃないかな。やばさあ、ここは多分聖地はリーサルの使い方でしょうね。いやでも篠さんマジ寒いっすね今日。手堅いっすね本当に。全然その無理しない、それがマジで機能してるあー中継クリアです。あーうまい、はい、1対4です。さあ1対4、さあタイターがいい、割とそうなんですよね。あのスパーリングやってた時も巻き込むと本当に巻き込んでたところあったりするので、まあね、まあ、どっかで1取って落ち着きたいかなっていうのはあるんですが、いかんせん篠さんがだいぶ今のラウンド寒く寒くやったので、よかったし、やっぱりロッキングの逆タクのタイミングも非常にいいし、だからあ、わかりましたみたいな感じですさあ、あるかげん、いや、うまい。さあ、これ固めてからくさ、結構嫌なんですよ、なんかそのタックルの攪拌に中パンチェストやるのに仕掛けてダッシュからくさ、そう、もうあの意識外だから結構食らう、コパンガードさせた時点で二択が成立しちゃうので、そうっすね。いや、これうまいな。いや、生き生きしてるな。うまいっすね。今もやっぱりさっき1対空されたから対空ブロック、あ、空対ブロックに切り替えてました。さあここはさあこのゲージがないのでループ性がねできないのが難しいところ、ここでちょっと、おっと、うまい、お父さんも切り替えていく、腰がいいノイズしてんな。そう、うわー、マジか。ちょっとその強敗やったら届くか届かないかの距離。さあ、2択、おわしさっくる、一気にゲージを吐いていったが、さあ、打ち上げ投げて、ダッシュ投げ、いや、うまいっすね、ジャンプ読んでた。で、篠田のダッシュ投げのグラップ率も高いのが、多分きっかけ作りが難しそうですよね。基本的に反応、非常にいいっすもんね、非常に、中足を蹴るしゃがみダイパー、はい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 、これ、見せかけての、行かないよ、行かないよからの、行く。でエイジスあるので画面中央へと、嫌っすね、この距離嫌だね。きっかけ作りが本当に大変な苦しそう。さあこれ出しからくさ、さあこれで入るので、次のタク次第ではなんですが、あと多分肘が届かない距離で打ったつもりだったんでしょうが、これはエイジスが3位でしょう。あと投げている、まあ、十分でしょう、ディスピアイですから。メリブルー押し込んで、ダイバーブロっている、これは正中線、さすがに回りいる、怒んないか、席替えです、席替えです。 You win.